まずはワールドカップ本当にお疲れ様でした。初めての舞台いかがでしたか？すごい楽しかったです。初めてでしたけど、まあ、なんかそんな感じもしないぐらいあっという間で本当に最高なチームでした。チームが最高だった、はい、そんな中で得点王も受賞されて、今はもう少し時間は空きますが、どんなお気持ちですか？正直まだ実感がないっていうところがあって、まあ、自分自身ここまで点が取れるとは思ってなかったので、まあ、実際に現地でもにもいなかったですし、最後までそういうなんかいろんなのも含めて実感がないままっていう感じです。やっぱり悔しさっていうのも少し残ってるんですかね？いや、もう悔しさしかないですね、はい。やり残した部分でいうとどんなところでしょうか？やっぱり結果が全てだなって思ってた中で、やっぱ大会の難しさがあると思うんですけど、やっぱあそこで勝てなかったっていうところでは、こうまだまだ足りないものがたくさんあるなっていうのは感じましたし、こうあそこを勝ち切ることでやっともう一歩進める、こう優勝できるなんていう保証はどこにもないですけど、本当にこう大会の難しさだったり、こう大会を重ねるごとに、まあ、日本のチームも良くなりますけど他の国も良くなって、もう技術とかよりも気持ちの勝負だったり、本当にそういういろんな経験ができた大会だったので、本当にあの負けからしっかり得るものがないといけないと思いますし、こう勝てなかったっていうところでは本当に足りないものばかりだったなって思うので、もっともっと成長する必要があるなっていうのは感じました。逆にどんなことが得られたものとして大きく残ってますかね？そうですね、前回大会より一つ勝てたっていうところでは、まだなでしこジャパンとして一つ進めたところかなとは思いますし、まあ、個人としてはまあ5得点っていうところで、まあ、スピードっていうところを特徴だって言ってやってきてますけど、まあ、やっぱ海外の選手相手にするとやっぱどこか勝てないシーンが多いイメージがありますけど、こう得点シーンで見るとこう一瞬のスピードだったり、こうただ長い距離を用意どんで走るスピードよりかは、こうスピードの使い分けというか、その瞬間のスピードを使う時、なんかそういうものは今大会すごく自信にはつながりました。ありがとうございます。その5得点なんですが、私も拝見させていただきました。その中でもやっぱり強豪スペイン相手に決めた2点目はナイスゴールだったなと思います。あの時のお気持ちと得点をご自身でどう評価されますか？あのゴール、どのゴールも本当に一人じゃ取れない点だったなと思いますし、チームのみんながいたからこそあそこで自信を持って足を触れたっていうのはありますけど、あの2点目が一番自分のスピードを生かせたゴールだったかなっていうのがあって、まあ、走る距離的には少し長かったですけど、こうしっかり加速しながらこうゴール前までいい状態で行けたっていうのもそうですし、正直あの瞬間ってあまり覚えてないんですけど、まあ、相手がたくさん来てるのだけは分かってて、まあ、気づいたら足を振ってたっていうような感じで、こう会場が沸いた瞬間に、あ、入ったんだなっていう後から分かるようなそういう感じでした。鳥肌が立ったとお話もありましたけど、はい、やっぱりその会場の空気を感じて初めて自身でも理解できるものなんですかね？なんか鳥肌っていうか、なんかゾクゾクしたというか、うわ入ったんだみたいな、この一本のシュートでこんなにお客さんが立ち上がるんだなっていうような瞬間をやっぱり周り見なくてももう雰囲気でも分かりますし、なんかそういう舞台に立ってるんだなっていうのを、まあ、自分で分かってはいますけど、やっぱこう一瞬一瞬分かる瞬間があるというか、なんかサッカーやっててよかったなって思える瞬間でした。
それってご自身のゴールだけでなく、やっぱり日本のゴールが決まった時に感じられるその空気っていうのも何か、何ですかね、今までとは違うものがあるなって感じたりしましたか？そうですね、やっぱりこう試合を勝つにつれて日本人のサポーターの方だったり現地で日本を応援してくださる方々がすごい増えてて、こう見渡せば見渡すほど日本の国旗だったりジャパンって書いてあるものを持ってくれてたり、本当にそういう方々が増えてるのは選手も分かってて、で、まあ、ワールドカップって、まあ、応援してる国あると思いますけど、本当にワンプレーワンプレーで盛り上がる瞬間がすごい多くて、本当にちょっとした球際の相手がボールを取ったとかそういう瞬間でも盛り上がるので、こう見てる方たちも素直にサッカーを楽しんでるんだなっていうのはすごい伝わってきましたし、こうだからこそ選手も奮い立たされるというか、やっぱそういうたくさんのお客さんの前でプレーしたいっていうのをみんな持ってるので、本当にそのゴールが入ってピッチ内もそうですけどスタジアムがああいう感じで盛り上がるっていうのは本当にこうサッカーの楽しい要素の一つというか、まあ、小さい頃はゴールを決めてみんなで喜ぶのが嬉しい、そのためにサッカーやってるって言ってたのが、やっぱりそれを会場を巻き込んでまでできるっていうのはこうすごい夢があるなというか、もっともっとこういう環境でやりたいっていう欲も出てきます。一方で、まあ、楽しいことだけではなくってやっぱり試合中だったり大会を通じて、まあ、辛かったりっていう面もあったと思いますが、そんな時にこう宮澤選手を癒してくれたりだとか支えてくれたものって何でしたか？本当にピッチ内でうまくいかなかったり、まあ、プレー面でちょっとうまくいかない時、周り見渡せば仲間がいて、ベンチの方を見れば声を出してくれる仲間やスタッフの方がいて、こう一人じゃないんだなって思わせてくれますし、それは本当に会場を周り見渡してもそう思える瞬間がたくさんあったのと、まあ、こう離れてますけど日本で応援してくださる方々や、まあ、家族、今まで携わってくれた方々っていう存在は本当に大きくて、こういつも自分に頑張れる源になってたというか、そういうのもありますし、そういう方々がいるからこそ自分も頑張らないとなっていうような思いになれてたかなとは思います。今日は足柄の方たちも皆さん、はい、お帰りという言葉あったと思いますけど、この南足柄からの応援っていうのはどのように受け止めてましたか？いや、もう本当にすごい温かい市なので、どこにいてもみんなおかえりって言ってくれて、ああ地元に帰ってきたんだなっていう実感がすごい湧きますし、見てて楽しかったよって言ってもらえるとやっぱり頑張ってよかったなって思うのと、あ、もっともっと頑張んないとなっていう思いもまたさらに強くなるので、なんか本当に温かくていいところだなっていうのを毎回感じますね。お母様からですかね、このパブリックビューイングやってるよとかこんな感じだよっていう様子も届いたということでしたが、はい、それをご覧になられた時はどんな感情がありましたか？そうですね、こう自分の試合でこんなに盛り上がってるんだなっていうのは、まあ、すごい嬉しかったですし、こう写ってる写真大体の方が知り合いの方だったので本当にみんなその時間を作って見に来てくれてて、盛り上がってるよって言って、こう見てもらえてるのは自分自身すごく嬉しいですし、応援してくださる方々がたくさんいるんだなっていうのを再認識できるのと、なんかお母さんたちもこう楽しんでくれてたので、こう自分ももっと頑張ろうっていう思いは毎回強くなってました。いつも通りプレーできたのも何かお母さんの言葉だったり周りの声があったからっていうのはありますか？
そうですね、本当に支えてくれる方々がいるからこそ頑張ろうって思えるのと、まあ、いつも変わらず楽しんでおいでって言ってくれる家族がいるからこそ、こう自分が落ち着いてられますし、やっぱり頑張らないといけないとか勝たないといけないって思いはありますけど、まあ、その前にこの瞬間を楽しもうって思わせてくれる一言っていうのは本当に大きいですし、あ、いつも通り行こうって少しでも落ち着ける瞬間はあるので、本当にそういう、まあ、存在というか一言の重みっていうのはこう大会を通じて感じてました。その中でその家族に対してこのゴールデンブーツ賞を受賞したという報告、どんな言葉をかけてもらいました？そうですね、あの試合を実際に決勝を見て知るじゃないですか、はい、だから家族ラインが本当に日向でいいのかみたいないうラインをみんなでしてて、このまま行ったらそうなるよねみたいな結局家族みんなの実感がないので、やっぱり帰ってきたら普通に家族だし、でもテレビで見てた人だし、まあ、変な感じだとは思うんですけど、誰一人なんかすごいねっていうよりかはなんかよかったねっていうか大丈夫みたいな、なんかそっち寄りなので、まあ、けどこうすごく光栄なことですし嬉しいことなので、まあ、取れたよっていう連絡はしたんですけど、もうみんな良かったねっていうのと、もっと頑張んないとねっていうような、やっぱそういう話にはなります。逆にこう市に報告できたことは、地元にこう喜びを報告できたことはどうでしょうか？そうですね、行く前にまあいろいろ決意をして行ってきますという形をして、やっぱり優勝っていうところはできなかったですけど、まあ個人としてこうタイトルが取れたっていうのは嬉しいですし、こうまあ国を代表してっていうのはそうですけど、やっぱこう南足柄を代表してっていうところでもそうだったので、もう少しでもこう南足柄市の皆さんが喜んでくれたら嬉しいですし、本当に自分自身もいつもパワーをもらってるので、少しでも恩返しができてたらなと思います。そういう意味でも日本中ですね、本当に宮澤選手の活躍を見てもっとサッカーを頑張ろうって思った子がたくさんいたと思うんですね。特にこの南足柄、そして神奈川県の子たちにもたくさんのメッセージが与えられたと思うんですが、自分のプレーがどんな風に伝わったなっていう手応えだったり、何か感じるものありますか？手応えとかはまだそこまで感じてはないですけど、もう2011年なでしこジャパンが優勝した時、5年生とかだったので、多分当時の自分と今の子たちを照らし合わせて考えると、やっぱテレビで見るって何か伝わりにくいかもしれないですけど、本当にこう画面越しでも伝わってくる熱いものがあるなっていうのは当時自分自身も思ってて、こう、あ、世界でも勝てるんだっていうようなのを小さいながらも感じてたので、まあ、それまではこう、まあ、女の子でサッカーやってて、なでしこジャパンになりたいっていう、まあ、漠然とした大きな夢として持ってましたけど、本当にその瞬間、あ、自分ももっとサッカー頑張んないとって思えた瞬間でしたし、なでしこジャパンとして実際にこの舞台に立ってみたいっていう思いも強くなった瞬間だったので、こう、まあ、今回は優勝っていう、ああいう綺麗な景色は見せられなかったですけど、こう少しでも世界の舞台での楽しさだったり、こうサッカーの魅力っていうのがちょっとでも伝わってたら嬉しいですし、こうサッカーを頑張ろうとかやってみたいなって思える子が増えてくれたら、やっぱこう自分もサッカーやっててよかったなって思える瞬間なので、こうそういうたくさんの方に影響を与えられるようなそういう存在でいれたらなとは思いますし、ずっと憧れられる存在でやり続けたいなとは思います。
先ほどのお話の中でトレセもできた、女性の、ね、トレセもできたっていうので私も結構驚いたんですけど、そのあたりはご存知なかったんですか？どうですかね、そういう意味で人口は増えてるのかなっていう感じしますよね。そうですね、びっくりしましたね。昔は本当にチーム、各チーム1人2人女の子がいるとかの感じだったので、それこそ中学校に上がって女子サッカーを初めて知ったので、こう東京とかだと女の子がサッカーやってる環境が多かったみたいで、こうみんなやってたよ、トレセンあったよっていう話は聞いてたんですけど、こっちの方で女子のトレセンがっていうのはこうびっくりしたのと、でもその反面そんなにたくさん女の子がサッカーをやってるんだなっていう、まあ、嬉しさもあって、やっぱ昔と今とでは少しでもやっぱ環境が変わってきてるんだなというか、やっぱ当時はいつまでサッカーやるのっていうのは言われてましたし、女の子なんだからっていうようなやっぱイメージがちょっと違かったのが、こう今は女の子でもサッカーができる環境があって、やっぱそういういい環境になってきてるのかなっていうのはこうさっきお話を聞いて思いました。本当に宮澤選手が小さい時にはそのサッカーをやる女子のサッカーっていうのがまだムーブメントとして低かったと思いますが、まあ、逆に今そのこの地域でこう練習してきたことっていうのが今もこう大事に大事に自分の中に残っていることとか何かありますか？まあ、本当に男の子の中でやっててよかったなっていうか、こう女の子の中だとちょっと分かんない、小さい時からやってなかったか分かんないですけど、スピード感だったりこう負けず嫌いっていうところがやっぱ男の子だとより出るというか、やっぱり男の子の方が上手いし強いし速いし、やっぱそういう存在が常に身近にいたので絶対負けたくないっていう思いはすごいあったと思いますし、こう純粋にサッカーを楽しいって思えたのもやっぱこう南足柄でサッカーをやってたからかなとは思うので、本当にこう温かい方たちがたくさんいるので、のびのびやらせててもらったので、こうもう女子関係なく男の子のと一緒の扱いもしていただけたので、やっぱなんかそういう環境があったからこそ今があるのかなとは思います。負けず嫌いな性格っていうのもその時にもしかしたら構築されたかもしれないですよね、はい、ありがとうございます。いろいろ伺いましたが、最後に今後目の前にはパリ五輪の予選があったり控えていると思いますが、今後の大きな目標お願いします。はい、大きな目標としてはこうたくさんの方に応援されて愛されるような選手になることっていうのは変わらず掲げてますけど、やっぱこうワールドカップ世界のレベルを痛感してこうもっと高いレベルでやりたいっていう思いも強くなりましたし、もっともっと世界的にも有名になってというか、こう怖い選手になっていかなきゃいけないなっていうのは改めて感じたので、こう自分自身の成長もそうですし、まあなでしこジャパンとして今後の女子サッカーの発展のためにも本当に結果が大事になってくると思うので、こう結果っていうところにこだわりながら、でもまず今は自分自身と向き合って少しでも成長できるように日々努力していきたいなと思います。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。